はい、大会翌日、今日はね、本当好きなものをいっぱい食べようかなと思って、お昼は、ちょっと自宅のそばのラーメン屋さんに行きました。食べ出したら、何も喋らずに食べますので、よろしくお願いします。昨日は本当に大会後、いろんな差し入れいただいて、夜家、ちょっと深夜ですけど、車で帰ってきてから、パンをね、本当に、お腹いっぱい食べて、皆さん本当にチーズとか、キャベツからお願いします。はい。もうね、チーズパンとか、あんバターとかね、いただきまして、ありがとうございました。まだ全部食べきれてないですけど、味わいながら食べられてですね、まあ、オフに入るんで、まあ、僕は好きなものをいろいろ食べるんですけど、急に食べると体調も悪くなるし、ちょっとね、もったいぶりながらじわじわとオフを満喫していきたいなと思います。今お出したのは、味噌チャーシュー麺と炙りチャーシューマヨ丼。ヘビーだね。ヘビーですね。はい、夜はちょっと韓国料理かなと思いますけどね、今のところ。はい、ではいただきます。アイラーメン到着です。いただきます。チャーシューめっちゃある。めっちゃありますよ。ラーメン入る。入ってるよ。ラーメン完食しました。じゃあ次にチャーシューマヨ丼。まずはマヨネーズだけ。すごい、マヨネーズだけだから。どう、マヨネーズだけは。食べるものいろいろ取りたいなと思います。
はい、帰宅しました。パンがあったんでちょっとパン食べようと思って、クロワッサンですね。これ昨日お客さんにいただいた差し入れです。バターたっぷりクロワッサンと、付箋が貼ってありますここにパンの説明がありますね。ありがとうございます。いただきます。次はチーズを、巻いたフランクフルトですかね。はい、作ってもらいましたのでいただきます。うわ、うまい、うまい。めっちゃうまいですこれ。ケチャップ、ケチャップ忘れました。うん、うん、最高。夜は韓国料理にやってきました。ちょっとお店がね、賑やかなんで、もう食べるとこだけを、取っていきます。チーズダッカルビ。もうね、チーズ甘辛大好きなんで、まあ本当には辛いとダメなんですけど、ね、甘辛なら食べれる。いただきます。ここに。絶対辛い。甘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 い。辛い。後から辛くなる。辛いけど甘いでしょ。豚肉みたい。すいません。わかんない。肉じゃない。食べない。肉っぽい。ママ映ってるやん。晩ご飯も韓国料理をいっぱい食べて、
ちょっとお腹落ち着いたんで、最後なんかね出る前に昨日いろいろ差し入れいただいたし、デザートではないですかね、あのお菓子系をいろいろ食べたいなと思います。もうねこれが一番体重増える原因です。まあでも週1回ぐらいはねオフも、こうやって好きなもん食べてって感じかな。これどっか亭は松尾選手の奥さんが、くれました。これはねフレンチトースト風味の何だっけどうせでした、難しいお菓子です、フランス語の。これでも有名だよね。ちょっとこれ入れてあります。どうぞ一緒で顔見せてあげてみんな。ちょっと中入る、パックする、パックする幼稚園児。すごい匂いじゃん。うん、おいしい。おかけこれ下畳めっちゃ美味しいですね。これこれこれしか言ってないね。美味しいよ。うん、ちょっと昨日これダメですよね、ポージングで食いしばりすぎても顎が痛くて、こんな顎筋肉痛になったの初めてかもしれない。相当昨日ポージング力んでますよね、写真見ると。まあ本当ダメだなと思いますね、うん、やっぱり力むとね塊力入ってどんどん体縮まってくるんで、ね、これ確かめっちゃ美味しかった気がするな。大平原。美味しいの？確か美味しい。確か美味しかったです。中にクリーム入ってたじゃないか。あ、違うな。蒸しパンみたいな感じ、うん、まだね。美味しい。じゃあ行きますか、いよいよ。ね、もうこれをずっと原料ついてたあんバタサンドです。あんバタサンドです。見せてください。妖怪パンって書いてある。妖怪パン。うん。なんか目みたい。目だよこれ。目だ。バターが。イルカみたい。バターが。グラ。うわ。面白いなこれ。いただきます。うわ。うちのあたりでは有名なパン屋さんだ。うん。どう？うん。おいしい。うん。おいしい。本当バター食べる感じだなこれ。すごい分厚い。バターが。これはあれですね、太りたい方には最高ですね。あの体重が増えにくい方とかね。やっぱいつもはそれ食べてないんや。減量終わったから食べる、ご褒美。減量終わったご褒美、そうそう、まあ、でそれ渡したの。ブラックコーヒーがありますね。朝はね動画撮ってなかったですけど、パンをたくさん食べましたね。いただいたね、チーズパンとか、あと神戸の、トミーズの暗食、これも、ファンの方からいただいて食べました。で、昼ラーメン屋行って、たこ焼き食べて帰りで、さっき韓国料理行って感じですね。で今お菓子系を食べてます。はい、まあ、1日今日はこんな感じで、まあ、大会翌日のちょっとおとなしめでしたけどね、あの本当に好きなものを、なんかな、気持ちよく食べれて、明日からまた、仕事始まりますし、まあ、トレーニングも、まあ、明日か明後日ぐらいから再開しようかなと思ってます。
はい、まあ明日から食事はまあそうですね、ちょっとおとなしめに、でもまあ好きなものもちょびちょび食べつつっていう感じで行こうかなと思ってます。はい、では、大会翌日の爆食というほどではないですけどね、ちなみにさっき体重測ったら 84.5 ぐらいありました。まあ4キロぐらい増えてますね、はい、1日でね。まあ水分もだいぶ抜けてたし、まあそんな感じかなと思いますね、うん、まあトレーニングもしてないんで結構体が重いですけど、うん、まあ1週間ぐらいトレーニングするとだいぶ体が馴染んでくると思います。はい、ではお付き合いありがとうございました。おやすみなさい。